別なかったらあんまりやることない。まあどうですかね。かもしれない。いやでも結論が複雑なと言えられると認識率は 5% だけど今度すっごい難しい。それでは、DKT カロスチーム、明治高等学校の三浦啓生が、今まで行ってきたロボットの開発について話したいと思います。よろしくお願いします。まず、はじめに、この、ロボットが自分を変えたことについて、軽くお話したいと思います。昨年のロボガンのジャパンオープンのアットホームシミュレーションリーグで、僕は感動しました。その前まではロボカップジュニアに参加していたんですが、ロボカップジュニアは8までこだわるところがあるんですが、このロボカップのメジャーの方は研究者たちが難しいことや新しいことに挑戦しているのを見て、とてもやりたいなと感動しました。それからいろいろなことがありました。今日はこの3つのことについてお話しします。はい。Oh, today I'm going to talk about these three technical topics. まず、タートルモッドをスペシャリティで投稿させて、タートルモッドが実際に外で使用できるプラットフォームであることと、あと、今開発しているクラウドベースのドローンの活用現状とされていると、あとロボットのちょっとサイバーセキュリティについてお話したいと思います。So today I'm going to talk about the benchmark of TurtleBot hardware outside and cloud-based drone augmented reality game and robot cybersecurity. はい、よろしくお願いします。タートルモッドが外で使えるということは、スライドシェアにも、自分のスライドシェアにも上げていますので、そちらを詳しくはご覧ください。で、外で使うために、主に、タートルモッドは、ベンチマークによる、落ち葉の、秋の公園の落ち葉の上や、落ち葉の上や、石などを、押し抜けることが可能です。なので、タートルモッドは、十分、外で走行するには、適しています。ただ、タートルモッドの走行性能のために重心を低くする必要があります。そこで、このようなロボットを選択しました。で、ここで外で使えるように、タフブックを使用して、雨に強くしました。はい、ちょっとこちらは見せてください。ちょっとロボットセキュリティについてお話しします。で、ロスはプログラミングがしやすいんですが、TCP/IP ベースで通信を行っていて、ちょっとセキュリティはどうかなって調べてみると、ちょっとパケットをシェアしてみると、予想通り暗号化されてなくて、他のアプリケーションでは暗号化する必要があります。セキュリティを向上させるためには。あとパケットのデータをちょっと集計してみたんですが、大体結構プログラミングされている人には、当たり前だと思うんですが、特定の通信だけが、特定の のパケット上の通信が多いということが分かっています。なので、もし暗号化をせずにセキュリティを上げたい場合は、この事前に特にウイルスが感染していない状態で、一回パケットをスキャンしておいて、その分布を観察することによって、その不正な通信を弾き飛ばすことだと思います。で、ペッパーも、ちょっといろいろネットワークスタンドがして、
実際にアクセスできるというところも出しています。はい、であのドローンの拡張現実ゲームの方は、まあ、こちらで単眼の単眼の単眼のカメラでスラムをちょっと行うことをしています。で普通のロスのパッケージにあるものだとこれになるんですけど、オドメトリの情報を使ってなかったドローンの進んでる向きの情報を使わずにカメラだけでやってるので、ちょっとそれを使ってさらに追加できる方法かなと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、高校生ということで、はい、頑張ってほしいと思うんですけど、屋外でタートル型のロボットを走らせるのは結構難しいと思うんですけど、はい、ただやった感じはどうですか？あ、はい、屋外でタートルロボットを走らせるためにはちょっと重心を低くして軽量化してあげると結構総合可能なんですけど、ちょっと問題としてはキャスターの方がボロボロに、次のタートルボトルはボロボロになってしまうので、キャスターを変えるといいです。ただ、ボロボロに、キャスターがボロボロにはなるんですけど、総合には全く問題ないです。もちろん、今は木の枝の上も乗り越えて、通常に総合できることができます。どんどんの情報もそんなに振りませんでした。はい、つくばチャレンジです。つくばチャレンジです。一緒にやってました、つくばチャレンジの、はい。活躍はよく見ていますが、なかなかその段差を越えるとかっていうのは難しいので、この、ハザーの機構もいろいろ検討されていいかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。すごいたくさんいろんなことやって頑張ってすごいなと思うし、研究会とかも、ね、出てくれてすごくありがたいんですけど、今回の SPL のことに関してはどんな感じなのか教えてもらっていいですか？例えば人を追跡するとか、いろいろこうアットホームのタスクっていうのもいろいろ多分やられていると思うんで、せっかくなのでちょっと紹介してもらえると。あ、はい、アットホームの方は、人間追跡の方はタムシフトというアルゴリズムを用いて、ヒストグラムで人間の足のヒストグラムを見て、色のヒストグラムですね、つまり肌色だったら肌色という認識して、そしてそれが縮尺可能になっていて、で、ある、例えば肌色だったら肌色を追跡するっていうプログラムにして、それを画像の方で用意して、作っています。なんか、画像で昔のやって、ミニシフトでやるやつですね。オープンシーブイとかに昔入ってた、カムシフトが入ってた。はい、オープンシーブイ使って実装してる。はい、オープンシーブイを使ってます。で、角度を算出して、で、角度の情報をベースに、どのピクセル数に、その認識された物体があるかというのが分かっているので、それを深さ情報にとってさらに距離を感じています。ただ今深さ情報の方があんまり正確じゃないです。それはそれは操作数が長方形が回転した形で、かつ長方形が回転した形でその長さをレーザースキャンで感じているので、ちょっと言葉が正確じゃないので、その辺りは大変大事になります、はい、ありがとうございます。これで全員、以下の終わりです。